では私たちは改めてボイドへと向かう計画について現状を整理いたしましょう。エーテルタンクを手配しバブイルの塔の使用許可を得たことで月にエーテルを送り込む準備が整いました。これをもって私たちの受け持った地上の準備は完了。しかし月の準備を担当するヤシュトラからは未だ連絡が来ておりません。彼女はゲートを開く術の仕込みと開いた後に向けた用意対策を進めると言っていたな。いずれも複雑な対応が必要であることは想像に難くない。時間がかかっているのも頷ける話だ。ええ、ですから我々も月へと向かい彼女たちの手伝いに回れればと思うのです。ただしあなたには別件が。地上の準備が終わり次第お伝えするようにとヤシュトラから頼まれていた内容です。いわくこたびの作戦においてはアジュダヤをボイドの月から連れ帰ることも見据えて巨大なゲートを開く。目を抜かれ疲弊しているであろう彼女を同じ七大天竜に支えてもらえると心強いとのことです。ブリトラが出てこいというわけか。承知した。私とて星渡る竜ミドガルゾオルムの子が一億、少し時間はかかるだろうが竜の身で月へと向かおう。万全を期すためにもこの体は帰還させ制御に用いていた私の目を回収しよう。アジュダヤと再会するまでカイナッツォから取り戻した彼女の目は君に持っていてもらいたい。頼めるだろうか。月での準備が整い次第リンクパールでお伝えします。バブイルの塔からのエーテル射出はヤシュトラの号令に従っていただければと。分かったわ。いつでも行けるように待機しておくから。ゼロも頑張れよ。何、少し故郷に戻るだけだ。難しい話じゃないさ。ではまた嘆きの海で。ヤシュトラにはすでに連絡を入れました。すぐにこちらへ来てくださるそうです。悪いわね、手伝いに来させてしまって。地上の準備は一通り完了しております。
バブイルの塔へはアルフィノ様とアリゼー様が、かの天竜への伝言も済みました。みんなありがとう。短い間に素晴らしい成果ね。こちらは月の監視者の協力も得て、どうにかゲートを開くための術式を展開し終えたわ。あとは地上からエーテルが流し込まれれば、理論上は第十三世界の月とつながるはずよ。こんな偉業に携われて私たちも大興奮。人造アトモスについて研究した時にボイド関連の資料を片っ端からさらった甲斐があったよ。それになんとヤシトラさんがアラグ帝国の容易召喚にまつわる文献も見せてくれたの。かの聖恋なく財団の秘蔵資料だよ。魔科学がいかにしてボイドゲートを制御し、容易の軍勢を率いるに至ったのか、作業をするにあたってすごく参考になったよ。異世界への召喚について話を聞きがてら、グレハティアに頼んだのよ。巧妙なアラグの専門家なら当然借りてこられるでしょ。私は信じるわ。時代も地域も超えて人が積み重ねてきたものを、そして私自身のことだから、残る準備はゲートが開いた後の対策として対用意防衛網を作り上げることだけ。手伝ってもらえて。太陽異防衛も、やはりあの方法で。ええ、この場所にはすでに闇の存在をとどめる手立てが備わっているのだもの。使わない手はないわ。私たちはゼノスに破壊された剣を修復する。ゾディアークの封印機構を再起動させ侵入してくる用意を押しとどめるのよ。修復の主だったところは月の監視者さんが引き受けてくれてるんだ。ただいくつか不安要素が残っててね。みんなで協力してそれを潰そうって話してたところ。時間も惜しいことだし、剣の元へ移動しながら話しましょうか。お待たせしましたわ。いや、久しぶり。大急ぎで警備用サポーターを集めてほしいって言われたから出せるだけ引っ張り出してきたよ。素晴らしい。あなた方の行動力にはいつも助けられていますね。そんなそれほどでもありませんわ。ハイデリン様から授けられた役目はもう終わっている。とはいえ、人のお役に立つということはやはり本質というか本懐というか抗いがたいウルトラハピネス。これからも遠慮なくずいずいと私たちにお任せくださいませ。さてさて、こちらのサポーターたちは本来月を警備するために配備されるものです。用意と戦ったことはありませんが、そこはそれ、
適した戦い方をインプットすることで一騎当選の働きをするようになりますわ。というわけで、用意をよく知る皆様にサポーターとの模擬戦をお願いしても？なら私が適任だろう。よく知るどころか半ば用意のようなものだからな。経験を生かして改造、良い抹殺マシンを直ちに作り上げなくては。これ改造の前に一旦修理しなきゃダメだね。申し訳ありません、修理には時間がかかりそうでしょうか。普段のペースで考えたら5人人分小気味よくって感じかな。ただもしもだよ、君たちが僕らを励ましてくれたなら。2人人分まで短縮できちゃうかも。今度はお前が適任だな。聞こえるかしら。おかげさまで剣の修復はどうにか完了よ。そちらの作業が終わり次第合流してちょうだい。いよいよボイドゲートを開けるわよ。